平野仕様と神宮寺勇太、海外進出の先に広がる道の舞台キング、リンチェの新たな挑戦挑戦。キング、リンチェの未来への一歩一歩。ジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台に挑む元キング、リンチェの平野仕様と神宮寺勇太ゆうゆうた。彼らが海外での活動を見据えている可能性が浮上しています。 一連の出来事がファンの中で様々な憶測を呼び起こし、特に流瀬角の発言が注目を集めています。今回はその背景やファンの反応、そして未知の舞台に向けての彼らの意向について掘り下げていきます。1、平野紫耀と神宮寺勇太の新たな舞台。 2023年6月24日の夕刊富士によれば、平野潮と神宮寺優太はジャニーズ事務所を退所し、芸能事務所、とべ、を立ち上げた滝沢秀明氏と合流しています。興味深いことに、二人は一般的な所属契約ではなく、エージェント契約を結んでいるとの報道があります。この契約形態は一部の業務を除いて、 タレント自身が行うというもので、その理由については海外での活動を強く意識しているためだとされています。以前、平野耀はジャニーズからの退除直前に自身のブログで、ジャニーさんごめんねー。目標届かなかった。などと海外デビューを含む新たな目標に言及しており、これが退場の一因と噂されていました。 キンプリの海外進出に事務所が消極的だったことが原因とされ、それが脱退につながったのではないかとの憶測も広まりました。2、キング・リンチェの未来をめぐる憶測憶測。滝沢秀明氏との合流報道により、キング・リンチェの未来に対する期待が再燃しました。特にファンたちは、 これがグループの新たな展開を示しているのではないかと期待しています。しかしながら一部のファンは滝沢氏とのエージェント契約に疑問の声を上げており、所属ではなくエージェント契約の選択が何を意味するのか、今後のグループ活動にどのような影響を与えるのかといった疑問が渦巻いています。 キンプリのメンバーが異なる方向に進む可能性が出てきたことで、ファンたちの間では未知の舞台への不安と期待が入り混じった状態となっています。3. 長瀬角のラジオ発言が波紋を呼ぶ。ファンの不安や期待が高まる中、キング、リンチェのメンバーである長瀬角の発言が注目を浴びています。6月21日に放送されたラジオ番組、キング、 リンチェプリンスのゴサーコドアジオレイディオガーデン。長瀬はリスナーからの夏に海外へ留学に行くことになりましたと、インメッセージを紹介し留学する人マジですごいなと思うと、感心し言葉通じないやん。一人で行くのマジ怖いもん。日本から出たくないもん。と、海外に対する率直な意見を述べました。 これにより、一部のファンは平野紫耀と神宮寺勇太が海外での活動が叶わずに脱退したことを思い浮かべ、グループ内での分裂の原因ではないかと憶測が飛び交っています。しかし、長瀬は留学に関する印象を語っただけであり、これがグループの未来にどのような影響を与えるのかは不透明です。日の舞台への第一歩、キング、 リンチェのメンバーたちが新たな舞台に挑む姿勢が明らかになりつつありますマップス。滝沢秀明氏とのエージェント契約、そして長瀬角の留学に関する発言がファンを動揺させていますが、これらはまだ未知の舞台への第一歩に過ぎません。グループの未来には不透明な部分もありますが、それが逆にファンたちにとっては新たな期待と興奮を生み出していることも事実です。 どのような展開が待ち受けているのか、ファンと共に彼らの新たな冒険を注視していきたいところです。未知の舞台に向けてキング、リンチェプリンス歩み出す姿勢は彼らのファンだけでなく音楽業界全体に新たな風を巻き起こすことでしょうでしょう